こんにちは、ネマです。パワプルアプリやっていきます。今回は新企画、サブアカの手持ちで全高校天才燃やしたら一体どれくらいのチームができるのをやっていきたいと思います。で、今回は第1回の強化しらすですね。で、相良、そうちゃん、佐伯、音美、トーマ、カンパチというデッキになっています。で、今回の企画なんですが、継続できるかどうかは全て皆様にかかっております。と言いますのも、サバカ最近サクセスどうしたんですか、あげないんですかっていう話をずーっといただいていて、で、基本サバカってやること今ないんですよ。そのミックスのガチャを引いてから手持ち一切更新してないので、今そんなにこうやることがないと。まあ、正直エビルのサクセスを千丸出たらまあ取るぐらいしかしてなくて、まあ今はそのサブアカって何もやってない状態なんですね。で、石は貯めているので、また826とかなんかいいガチャが来たら引こうかなというぐらいで、本当に何もしてないです。で、であれば、こう、なんか、こう、昔の高校も遊んでいきたいなというところと、あとは、ま、りょうさんがね、こう、全高校のサクセスやってみようみたいなのをしてて、前から、ま、ずっとやりたいなと思ってて、ただ、全く同じ趣旨のをやってもしょうがないなと思ったので、じゃあ僕は、ま、サブアカの手持ちで、その自分の本アカの方のガツガツっとした手持ちではなくて、ま、ある程度こう、なんでしょう。ま、視聴者さん層が多い方の、手持ち寄りで天才をこう燃やし続けたら割と面白いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なのでちょっと前振り長くなったんですけど、ぜひ皆様コメント欄と高評価で、まあ、どんな感じかっていうのを教えていただけたら嬉しいかなと思います。まあ、これと、あとは暁はま、できるかなと思ってて、あと強化系が来てる黒金とか波動とかもできるし、なんかそういうところを、こう、サバカの天才でね、こう、本当にこう、暁とかさっき出来組んでたんですけど、パピオン35位入れなきゃいけないのかとか、なんか、結構面白そうな感じだったので、なんかそれも、こう別角度のサクセス動画としてね、見たら結構面白いのかなという感じで考えております。ヤシの方は結構それなりに揃ってきているので、まあ、この、なんでしょう、弱すぎず強すぎずみたいなところで皆さんにこう、面白いものがお見せできたらなと思っておりますので、ぜひぜひ。皆様よろしくお願いいたします。継続するかどうかは改めて言いますが、皆様次第でございます。という感じですね。で、今回は、総力上限枠は撤廃してます。というのも、まあ、天才丸つかなかったら敏将死ぬほどきついのは、本赤ですらきついので、まあ、サブ赤じゃ無理やろという判断で、普通に、補給上限のサガラーを入れてます。あとは、まあ、バランスよく組んだつもりではあるので、まあ、こんな感じでやっていきましょうというのが企画説明です。で、天才の入部届けと招き持ち込みです。行きましょう。めちゃめちゃ長くなってしまったね。まあ、初回だからしょうがないでしょう。で、はい。そうちゃんから行きましょう。まあ、まずは丸つくかどうか、そして総一郎がポロるかどうか、だいぶ大事ですね。まあ、この辺なので、その不確定のキャラを入れるかどうかっていうのも結構焦点にはなってくると思います。さすがに僕もなんか3枚も4枚もこう、同じところで燃やすと天才殴らっちゃうんで、この企画をやるためのね。あとはダンジョン高校はしません。できないっす。できない。ダンジョン高校はマジで何もできない。一回もやってないと思う、サバカで。いや、まあ、やったのかな、一回ぐらいは。ということで、天才の覚醒がやってまいりました。記念すべき第一発目。さあ、来るのか。来るのか。丸来たらだいぶ上手いけどね。持ってろ！はい！うわぁ！天本かぁ。まあまあ、これはこれで面白いでしょ。さあ、やっていきましょう。まあ、本家の方でも結構こう、まあ天才燃やし続けたらはやろうかどうか迷ったんですけど、やっぱまあサブアカかなという感じですね、立ち位置的には。で、ここは妄想しておきまーす。青骨、はい、遅れ。赤骨でもいい、はい、遅れ。それか、相良、はい、遅れ。お、いいですね。トーマをバシバシ踏んでいきたいと。まあ序盤の方は、まあずっとこう、無限指導をね、踏みつつ、こういろんなポイントを集めていく方がいいかなと思っているので、まあそういった立ち回りをしてます。なんかそのサブアカならではの立ち回り、まあ本アカとは違う立ち回りが普通にあるので、まあその辺も皆さんにご紹介しながらやれたらいいかなという感じですね。まあ基本は体力管理が大事なのは、いつものことではあります。発揮打ち入りました。発揮打ちぐらいは言ってもいいか。あとまあ音見が早く入るかどうかも結構大事ですね。で、いいやつくれるやつはいないので、
まあ、その辺はって感じではありますが、これ音ミクか。うん、まあここを踏みつつですね、間違いなく。こことサガラをまあ両方ケアしなきゃいけないので、まあなかなか大変といえば大変です。どうしよっかな。45ぐらいだったら別に行ってもいいけどね。たま、おとみがいるときに踏んどきたいは正直ある。ありよりのあり。ただ補給は行きましょうか。まあなんで、おとみがいる位置はだいぶ大事ですね。競争心か。お好み焼きたい。で、調子当てですね。うわぁ、素晴らしいじゃないか。あっき打ち止めましょうか、さすがに。で、敏捷ポイントそんなに気にしなくていいので、まあ、幾分楽なはずです。多分。あとは、まあ、なんだかんだ言っても、やっぱ、サガラはある程度、詰めてはおきたいですね。うわぁ、いいっすね、素晴らしい。普通に踏みましょうか。61きついっすね、多分。あとは福井部さっさと起きてほしいんだが、ああこれはトーマリーですね。え、すげえいいやん。めちゃめちゃ音見うまく踏めるんだけど、ただまあ、来るのが来るのが全部後ろですね。ちょっとそれはいただけない感はあるが、これイベント、あれイベントがうまく起きないぞ。まあどっちか行きたいですね。まあ、相良か。まあ、普通に妄想しといてもいいけども。体力回復が結構あるんでね、このデッキ。相良も。よし。ちょっと賭けになりましたが。これで2回目ですね、相良。で、乙女はこれがあるので、総一郎とセットで使いたい感はすごくあります。あぶねえ、F。よーし、これはいい、いい流れですね。ただ、サガラは一回踏んであげないと、まあ足りないですね、クリスマス。そして、正月も怪しいですと。帰らないとね。うん、素晴らしいタイミング。踏んでよかったですね。いい流れだな。100% いい流れだ。これ、しかも、おとみも行きましたね。おとみまで行きましたね。いい感じ、いい感じと。ミートの条件がめちゃめちゃいっとるっていう。うん、まあガンガントーマー踏んでいきます。 OK、 前目一発逆転入れません。明鏡止水目覚めました。これは割って入って勝負ですね。体力もあるし。 OK、 ナイス。それはでかいわ。ん、これめっちゃ順調じゃない。こんなに順調でいいのかってぐらい順調ですね。うん、ワンチャンこれ基礎値上げまくったら、船長ループすぐいけますね。まあ、最近は踏み、おーい、買ってくれー。踏ま、ない、ない、ない、はい、はい、まあしょうがない。ここまで順調だからね。まあ、おとみも多分、すぐに回収できるんじゃないかな。うん、いいですね、悪くない。富も妄想で多分いけるでしょ。これ成功すれば、まあだいぶでかいですね。バシバシ、ナイス。よし、これで、お正月系も大丈夫と。まあ、モネより安定感あるのはやっぱこの辺ですよね。前目がマジで順調すぎるほど上がっている。闘争心とか取るか？スタミナ、総力もまあいいでしょう。うん、トーマでいいよね。トーマでいいんじゃない？普通に誰かしらマジで金徳くんねえかな。金徳くれるとだいぶはかどるんですけどね。うん、総力、ハイボールヒッター。一気に行こう。めちゃめちゃ目覚めとるやん。で、総一郎は1回目ですね。どうしてキャッチャーなんだ。
あ、いい、いい。めっちゃいい。マジで、めちゃめちゃいい。こんなに良くていいんだろうかっていうぐらい来るね。ちょっと撮り始めます？そろそろ。まあ、流し打ちとかは辛いんだろうな。チャンス、競争心。強まで待つか。まあ、50なんで、もう、そろそろ追いかけられますね、本当に。ちょっと、音見欲しいわ、そして。前目、ホーム、死守。これは取りましょうか。ナイス、回復。あと、ミート上限がね、8まで詰めてるんで、なんとかこう、111とかも、ひねって考えたりはしたんですけど、やっぱまあ、なかなか難しいですね、そこは。これさ、マジでチャンスとか行った方が良くない？行ったらワンチャンループできないか？もうできそうなんだよ。うん、船長なれますね。普通に。はい、船長なれました。で、ここはデートを仕掛けていきましょう。あとは、総一郎モテモテ欲しいですね。ちょっと、相良を意識して踏んでいくっていうのが結構難しいので。音見。オッケー。うん、これはちょっと参考にいただけそうな感じやな。で、佐伯44か。はい。多分抜くでしょう、普通に。で、メンタルは、まあ、予定通りといえば予定通り。だいぶあれなので、まあ、来る機会が多そうなので。あとは、ここ、止水間違わないようにしないと。うん、で、まあ、できれば、カンパチ、総一郎、まあ、ここを、サクサクと上げていきたい感はあります。あとは、電光石火にならないように気をつけるぐらいかな。で、これ、カンパチでいいですね、というのと、63。63か、なかなか厳しいね。ミート行けばいいか。61。61のままだな。これ、ここ上げたら行くかな。あ、行きましたね。OK、OK。素晴らしい。素晴らしいルール決まってる。多分、音見が間に合ってないですね、今。まあ、26ゴールなので、おわ、ラッキー。そんな言うてですけど、まあ、欲しいよな。はい、止水をちゃんと取りましょう。おい、お前ら、コンボあったんかい。ミックス強いな。まあ、これ新鮮ですよね、本当に。なんか、いろんな、こう、見せ方と言いますか。意外と大変。なんかこう、いろんなことができるので、まあ楽しいですね、普通に。サバカまたゼロから始めるもありかもしんないけどね。もう面白そうだよ。意外と大変は、内野アンダー。うわ、チャンスコツか。欲しかったな。これはまあ上ですね。筋力技術なんで。うん、総一郎でいいでしょう。で、まあ、多分、相良さすがに取り、出ますね。大丈夫ですね。ちょっと音見が怪しいけど。うん、まあ、佐伯ではなくて、佐伯以外を伸ばしたいですね。本当に。精神いらないんで。おお、本塁生還。うますぎる。音見妄想来たらどうすっかなぁ。まあ、エールタックを早めに組みたいのもあるので、まあ、その辺はね、あ、来なかったか、結局。これ45カンパチにしましょうか。育てばワンチャンスあるな。でも、特能は取らない方向で進んでいきます。これはカンパチ組みましょう。カンパチを育てたい。技術欲しいし、普通に。総力ブースト。まあ、モネだったらめっちゃ嬉しいですよね。めっちゃ嬉しいやつ。で、残念ながら音見は間に合いませんでしたね。ちょっと、妄想の方にも来なかったので、来ないのかな、もしかして。まあまあまあ、しょうがないという感じです。うん、カンパチ行きましたね。
でもカンパスと総一郎、ここのセントループを決めていかないとなかなかポイントバランス最後厳しいとは思います。うわー大凶か、初めて仕事せんかったな。で65なので1個でいけると。で何やんだ、さすがに4なんで取りたいですね。でデートしましょう。うん、まあここの大凶以外はまあうまくいってますね。あとは音見が間に合わなかったところ以外はまあうまくいってますね。普通に、おいこれ頼むぜ、これは結構大事よ。 OK ナイス、これでまあ大丈夫だね。ここもちょっと妄想した方がいいか、マジ音見は引き出せねえんだけど、ちょっと妄想しましょうか、潰していこうか。いつまで経っても引き出せねえ。うん、総一郎これリーチですね。これ相性悪いな、上げたいんだけども上げすぎるとおかしなほどになるんだよな。ちょっと45で最悪失敗でもいいからこれで勝負するか、それか C まで上げるとかね。まあ、佐伯がこれでちょっと育つと思うので。うわーホーム死守、さっきホームなんだった。まあ4になったらさすがに取りたいね。 OK 佐伯いきました、守備を上げてあげたい。うん、筋力のトーマですねこれは。で69か、これでいくかな。あ、いかなかった、意外といかないんですね。じゃあ上げ放題やん。素晴らしいよ今んとこ、あとは音見が来てないだけで帳尻。ただ総力が伸びすぎやな。見てみたい DVD、 いいタイミングですね。でここも船長ループできてると。うん素晴らしい、これ丸ついてたら普通に強くない。よし今回は勝てましたね。ちょっと一発目から素晴らしい企画になっているかもしれない、素晴らしい企画になっているかもしれない。ゲイナイス。うん、これ天本でかなり頑張ったね。5174出てますね。で、ちゃんと練習も次できると。まあ、最近はあんま踏みたくないな、正直。まあ、チェンジできるんですけどね、最近だと確実に。まあ、船長ループを仕掛けていくっていうところと、あとはもうそろそろ、普通に行き始めてもいいような気もしているが、まあどうなんでしょうね。まあ確実に船長ループ仕掛けられるんですけど、80、90うんぬんとかなるんでめちゃめちゃ強くなるんですよ。死ぬほど強くはなっちゃうんだよな。あとはもうポイントも結構溢れてきましたね。今ミートマジ助かりますね。前目がマジで上げれん。音見はよしてくれマジで。トミがやばい。うん、総一郎これ思い切って踏みます。もう最悪ここは抜かれてもね。広角打法いいっすね。てか抜いてほしい。抜いてほしいまでほんとに。OK。で、70か。うまい感じやな。これは、カンパチ行くとワンチャン抜かれる可能性あるかな。いや、全然抜くの。多分全然抜きますよ。ホーム、死守、4だわ。まあ、こうなって、てくると行くんならみたいなところは、まあここか。
か、まあ、ここ行くのか、デートとかもありですよね。回数的に、まだ、微妙な感じなんで。これはもう船長ループ。あとは、ま、音見のデート回数もあるんでね、そこは気にしつつ行きたいですね。まあ、二股もしくは、その、相棒込みとかね、この辺を気にした方がいいかなっていう感じはあります。うん、しょうがない。全然いい。で、総一郎、佐伯、カンパチ、とも、全員がもろもろ、まあいい感じですと。うん、ここはデート突っ張りましょう。音見がマジで選択できないので、まあさっさと、相良は終わらしに行きます。おほーい。音見に吸収はできるけどね。ここは総一郎でいいでしょう。で、音見取れるけどなぁ、さすがに。まあ、来るやろ、さすがに。って感じではある。あと、筋力がかなりうまく、総一郎で掴めてますね、これ。筋徳がまだ全然。気分や。ちょっと早く強くなってもらえると、マジで全然伸ばせんわ。マジでこんな。これ筋力、どうしよう。デートでもいいけど、普通に。これ、強いな。72。75ぐらい。で、まあそうですね。肩とかけてもいいか。で、バランスよくいきつつ、ポイントをバランスよく。使いつつ、なんとか前に進みたい。ポイントはまあ、うまい感じで使いつつ。まあ、上げすぎると普通に強くなっちゃうんだよね。で、まあ、これを踏むのか、相良のデート行くのか。むずいな。ちょっと、音見がもう、まあ、いやーどうしよう。一回ちょっとお茶濁すか。デートできなくなるかもしれないからね。何も来なくて。何もできない可能性が一番でかい。おー、やめてくれ。骨関係は相当いい感じなんだけど。音見が来ねえ。音見が危険っすね。とにかく音見が危険。あとは金徳がまだゼロなので、ちょっと取りたいんだよな。80。まあ、ちょっと強くなっちゃいましたが、しょうがないですね。これはカンパチ行きましょう。うわー、ブーストかぶったか。オッケーオッケー、ようやくこれでちょっと安心できたと。うん、ちょっとエールタックの恩恵はほぼ受けれなかったですけど、まあまあ79。うん、そろそろ佐伯もバンバン来てくれていいよ。金と覚えようぜ。これ何回目、結構バランス良くなっちゃってるのかな。まあ総一郎を踏めばいいかな。カンパチ行くと走塁が上がってしまうとまた話変わるか、もう思い切って再起行くか。打撃の方がまるで上がってないので、まあちょっと思い切るのもありかなとは思う。か、もうもしくは、もう、船長ループメインで、総一郎を狙い。まあ筋力は取れるんで、ここでどうせ。まあ打撃の神様はもう、普通に最初から捨ておく感じですね。こいつが4回目。マグロフローでいいですね。で、今、トーマが金徳くれて、あと二人か。なかなかやな。みんなに合わせなくてもいいよね。体力の方が良かったかな。まあ、デートもできるからね、まだ。うん、ここはちょっと思い切って再起を踏んでいきましょうか。85か。さすがにお前大丈夫やな。ちょっと怖いかな。佐伯。
佐伯が C ぐらい、あ、B か。これは危ねえな。あ、B は危ないですね、どう考えても。なので、ここに関しては、なんか総力バースト取るか。4だしね。ブースト取って、で、なんか遊ぶとかしとけばいいですね。A デート行きます。まあ、ポイントバランスはそんなに悪くはなさそう。で、めっちゃ高船長ループはうまくやれてる方だとは思う。音見でよかったか。しょうがない。うん、これは総一郎。もうさすがに取っていきましょうか。こいつ5回目だし、ね。内野安打をいいですね。結構強くなったよな、多分。筋力は多分乾燥したかな、今。うん、105。しょうがない。ただこれはまあ、普通にこれで、ようやく、いろいろと踏みやすくはなりましたね。ちょ、コツ取っていきたいな、コツ。4のやつとかあったら行きたいし。あるある、4のやつあるわ、普通に。あーまあ、精神大丈夫だと思うんだけどな。ちょっと取りすぎかな。あと本塁生還は行きましょうか。そろそろ、97。全然抜けんわ。基礎値を、まあ、ベースに上げていきたいのは、まあ、変わってないですね。基礎値ベースでは上げていきたい。まだまだ。結構いいコツは入っているから、あと筋力は溢れそうですね。一発逆転後。筋力はいい感じだな。98。これで今 ?100。あと5ですね。ポイントまあまあ大丈夫なんで、まあちょっといろいろ、この辺筋力系、ムードも取るか。大丈夫やろ、成功させてくれるやろ。と、願う。盗塁アシスト行きましょうか。うん、まあ精神も大丈夫そう。臨床いらないからこれはサバ効果。104。で、もうちょっとですね、と。総力上げて、これでいいかな。ああ、なるほど。君か。君は多分これ上げてもしょうがないやつだな。多分そんなに伸びないやつですね。なんで、まあ、そいつらは普通にキャマルをもらいましょうか。で、能力も溢れないので行きましょう。まあ、成長ループ、あと、まあ、総一郎となんとかやるか、まあ、カンパチがね、うまく、来い!よーし!回れば、まあ、うまいって感じです。あとは、金徳ね。内野安打王と、うわ、8443? すごくないか、これ。立ち回りを確立したかもしれない、急に。音見が全く評価伸びてないですね。これもう半減とかのレベルじゃねえな。これはもうちょっと覚悟するしかないですね。半減とか、もう無理だな。まあいいやつがないとこうなるんでしょうね、結局。っていうのはありますね。ここ。最近4回目か。まあ、踏めば金徳が出るかもしれないっていうのと、まあ、カンパチがこれ、音見とセットでついてるんで、踏みに行きましょうか。アイコンタクト。まあ、いいでしょう、普通に。精神系です。総一郎か。まあ、これ自分がだいぶ強くなっちゃうからな。結局何もできないんだよ、そうすると。で、これ筋力はマジでもらわなくていい気がするんだが。
通に練習しよう、一緒に。で、技術精神にしましょう。A あるよ。おい、なんでポロるんだよ。ポロ一郎。うわ、支柱。支柱どっか行った。で、カンパチアイコンタクトをもらいましょう。うわ、支柱でか。まあこれやり直しはしないので、当然ながら。まあ支柱逃しましたね。これ割と言ってたな。これさ、91踏む？そろそろ。踏むのか、まあ粘るのか。まあ船長ループ粘りたいですけどね。ちょっとマジで90は桁違いに能力伸びるので。まあ行ってもよかったのかな。総一郎バンバンもう金徳覚えさせていく方向でよかったか。今ちょっと行けばよかったさ。かなりナイス。うわぁ、A で失敗するか、お前。それはあかんだな、マジで。あ、これ強いですね。普通に踏みましょうか。で、乙女の評価も一応こう上げれるだけは上げたいなって感じはします。この辺からはもうほんと微調整開始って感じだと思いますね。で、再起行きましょうか。で、乙女もあと1回と。フルヒッターいらん。押しスイープ。あれ？これが？ワンチャンある？ワンチャンないか。ワンチャンないから何も起きてないか。まあ、総一郎がかなり強くなっているって証拠ですね。87いいんじゃない？これ抜いてくれるんじゃない？うん、いいよ、これかなり、マジで。マジで、ポロライター以外は、あとは金徳か。流し打ち。オッケー。船長入れ替わりましたね、うまく。これ、どうしよう、佐伯育成する？佐伯先生もまあ、体力回復しながらいけるっていうのが大きい。メリットとしてはまあ、その辺が大きいですね、かなり。で、あとですね。むず。めっちゃむずい。はい。まあ、筋力系取っていいと思うんだよな。筋力精神系。なんで、競争心と、ラッキーセブン。これで107。あと、肩だよね。多分、この辺で。はい、来ましたと。で、メタル行きましょうか。で、まあ、本当に大方の予想通り、精神じゃねえや。臨床は相当きつそうっていうのはもう見ててわかるので、まあ、方向的には間違ってはないのかなという感じと、まあ、弾道を上げたいか無理やな。うわぁ、これ、ポロがなかったら相当強いな。これ、マジで PG あったんじゃないの？マジで神回なんやろ。遊びに来ただけだったんだけど。そうか、こうやって立ち回るのかもしれないっていうのがちょっと見えましたね。オッケーオッケー、ギリギリ入った。ちょっと皆さんにも面白いものが見せられてるかなって思うのと、あとはまあ本当にこれ強そうですね。普通にアベレージヒッターとかも入ってるので、まあ、パーヒは直取りで全然これいいレベルだと思うので、ほんとポロだけですね、やったのが。まあ、ポロも結局、その、金徳というか、まあ、その、上限があるんでね。まあ、その、入れた意味がないとかはないので、まあまあ、そういう意味では。これ、さすがにトーマかな。まあ、デートもあるからね、金徳取れないが一番痛いからな。あ、止水だとアウトだな。ただ、他は全部うまいな。これ多分、ポロ行ったら、なんか目覚めると思うけど、まあいいや。トマはこれ結局踏むんだよ、絶対。OK、ニューコン。よく回避したわ。で、これをなんとか。なんとかしたいんだが、伸びないように。ちょっともうきついかも。ちょっともうきついかもね。あとはまあ、アイコンタクトを
しっかりとカンパしとくから入れて、まあ金得9にはなりますけど、それで十分かなっていうのと、まあ、S ランクワンチャンス目指せそうですね。うまくいってる。マジでポロ以外うまくいってる。これ盆栽強ない？マジで。割と僕も、まあ、こんなことになると思ってなかったんで興奮してやってます、ね。おお、びっくりした。コーヒーこぼしそうになった。いやー、支柱欲しかったなー、それにしても。これ、7とか8とかないか、マジで。手応え的にはかなりありますけどね。さて。65? 完走したか。55ですね。うん。これはまあ踏んでいいと。佐伯踏んでいいと。佐伯多分かなり強くなると思うんで。もうこれ100乗せましょう。で、最後ここでいいんだよね。うん、最後飛びでいい。ワンチャンループあるよね。広角打法また入りましたね。定型室で入ったし、まあワンチャンループあるね。オッケーオッケー、123ですね。だいぶ強い。で、だいぶ強いので、これは、110。もうこれありがてえよ、マジで。117。守備で上げちゃうか。いや、弾道取ろう。まず弾道取ろう。121。で、この辺で止めとけばいいですね。はい。素晴らしい。ちょっとこれはマジでうまくいってますね。シラスってこういう風に立ち回るのか。今更サブアカで教えられるっていう。なるほどね。ちょっとなんか本当に垣間見た気がしました。コツ的なもの。あとはまあレーザービームが入ってないので、そこのポイントは結構重そうですね。ただ、本当に打球の伸び、アベレージヒッター、広角打法、この辺の、まあ、重たくて取りにくいよってコツが大体取れてるので、それはありがたいね。かつ、金とかまあ1ポロしましたけど、他はうまく取れてるので、まあ、つってもあと1個取んなきゃいけないんだけどね。不動の4番とこ欲しかったな、マジで。査定も高いし、筋力余るし。まあ、怪我しにくさとかが多分20でいける雰囲気なので。これ、すごいね。よくいけるな。ポイントすごそうだな。OK。で、これ処理して、で、まあ、ここは確実に音見ですね。何があっても。で、123か。まあ、守備上げとくよ。で、音見行きましょうか。これそろそろ金徳狙いたいよね。多分金徳まだ1個取ってないよね。多分ね。で、まあ、センチャルーパーもこの辺で終わりでいいんじゃないのかなと思ってます。はい。まあ、まだワンチャンはあるとは思いますが。どうしよう。まあ、センチャルーパーでポイント入るな。もういいか。もう頑張ったか、だいぶ。金徳が入ってるかどうかの確認だな。入魂。やっぱ二つだな。うん、逆襲は違うからね。アイコンタクト入ってるな。カンパチ取ってんのか。あ、じゃあ全部いってんのか。え、内野安打王。あれ？アイコンタクト？
一級入魂。あ、やっぱ一個足んねえな。そうですね、一個足らないですね。で、まあ、金徳狙いにもしてた方がいいと思うので、もういいや、フロー。もう知らんっす。すごい。こういう感じか。4番とか確実に行っていいでしょ、これ。むしろ、どこで吐くんだろうみたいな。どこで吐くんだろうみたいな感じになってる。うん、もう普通に振っていきましょうか。お待たせ。4番。しらす、追う展開で迎える1回です。投げた。ボール。第2球、投げた。打った、強い当たり、入ればどうか、センター。で、パワーヒッターもまあまあ問題なく取れますね。直で。直でいいですね。今日2打点を挙げています。第2球、投げました。これ、盆栽強いな、マジで。こんな、行くんだな。ぜひ参考にしてください。マジ、これ力強く。更新できるわ、レギュラー多分。あ、どうだろう。SS7 とかか。結構ポジション気にしないで入っちゃったからな。第3球を投げました。まあ支柱だけが本当心残りっすね。支柱はこれ欲しかったな。シラスリードで迎える7回です。今日4打点を挙げています。打ちました、痛烈ボールでも叩き込んでいく。 OK、 確実に勝ちました。いや、やってよかった。もうこれ燃やしてよかった。おーい、金徳出ないっす。金徳出ないがやばいな。あれ、アイコンタクト、総一郎が出さないといけないのか。あとは、音見はもうこれ諦めた方がいいっす。打球伸びいいっすね。これ20で取れる。20で取れるし、まあ、ちょっと待った方がいいコツもあるからな。まあ、パワーヒッターはいいでしょう。これ邪魔でしょう。むしろ。うん、やっぱ、まあ、しんどそうですね、技術は。うわー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 、なるほど。おい、それと取れないな。うん。まあまあ、悪くないですね。っていうか強いですね、普通に。めちゃめちゃ。4番。第9球投げました。直球見送ってストライク。第2球。そうか、まあ総一郎ばっかり行ったからな。カンパチを優先、まあバランスよくいくのが大事なんでしょうね、これは。初球から打ってった。セカンドの頭上。ちょっと学んだね。楽しいやん、今日が知らず。あと今回に関しては、そうちゃんじゃねえや、父ちゃんがね、かなり、頑張ってくれたかな、感はあります。ちょ、待って、やめて。おほほほ、すごい動きしたな、僕。OK、ナイス。いや、これは、ナイスやわ、マジで。めっちゃピーボー言ってるけど。おーい、金徳くれー。おー、ここでこれ神なんだよ。ちょっと欲しいコツ。いや、打球伸びどうすっかな。話し打ち。打球伸びせっかくだし、行くか。なんだろうね。あ、読んだけど取れんわ。流し打ち。打球に入って、うん、これはまあ神ですね、普通に。ありがとう。ワンチャンこれが A に乗っても S に乗ってもおかしくないと思っているんだが、どうなんだ、果たして。忘れてた、タクマ覚えた。ちょっと金徳くれー。金徳2かけるきついな。うわー、 S ランク乗らないかや。しかも広角砲行っちゃったが。お前さんマジで高確保行ってしまったが、それはあかんな。あー、まあこれは普通に行きましょうか。お待たせ。2回の裏、シラス攻撃に入ります。
高加工は正直いかんですね。取れないことはないけど、もうすでに金徳は2かけ状態になってるんで。いや、内野安打をくれんかな。総一郎もらってないんだよね、多分。そうか、このバランスがやっぱしらすは難しいですね。OK, OK。ここまでは、まあまあ、なんとか、なんとか踏ん張ってきている。S 欲しかったな。うわー、ないか。なるほど。まあ、これはカンパチを取ってポイントでいいですね、最後。で、怪我しにくさ1はいいでしょ。2取っちゃうか。シーナはまあ技術系ですね、間違いなく。絶対取る系は抑えます。あと取ったコツは押さえさせていただいてと。いや、惜しかったな。金徳2かけですね。しょうがない。こうなってしまったのはまあしょうがない。まあ、その分ループはまあ相当ハマっていた感じはあります。これ1人か。まあ、どうしたらいいんやろうな。うん、打開とかは取って良さそうですね。あとまあ満塁男止水ちょっと怖いか。お待たせ。しらす追加点のチャンスを迎えました。投げました。もう結構行きそうだけどな、盆栽だけど。第2球陰謀際どい球ボール。第3球を投げました。オッケーオッケー。しっかり勝ちたい。あとはまあいいやつがなかったことの音にデメリットですね。これをまあ解消できればまあもっと良くはなるかなっていう感じです。まあ現状、まあ、僕が思うに、まあ、Lタックがね一回も踏めなかったっていうのもありますけど、まあ現状かなりいい形でまとまってはいると思います。これ一発目に関してはね。攻めて勝たして、これ攻めて勝たして、そしてレーザービームください。高加工来たらもう三掛け状態だね。三掛け状態だ。 OK、 試合は勝てました。まあ金徳、まあそうですね、経験点はかなり出たんじゃないかなと思います。本当にこうやって立ち回るんだな。まあその冒頭でも言ったんですけど、この企画が続くかどうかは完全に皆さん次第です。半減 OK。 まあこれ面白いなって思っていただけたらぜひコメントと高評価くれ。うわあ、くっそ、オチまで完璧かよ。オチまで完璧かよ。はい、すげえ、 14,638。 うおー、やばー。え、強いんじゃないこれ。これちょっと化け物できてるんじゃないか。逆襲。免許室。で、あと一回これちょっと確認して振ってきますんで、少しお待ちくださいませ。はい、ということで振って戻って参りました。最終的には、こういう感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14段かかるぐらいで、金徳は残念ながら 3×になります。で、まあ、高加工は、まあ、今回取らなかったっていうところと、あとは、総一郎ポロで、金徳ガチャで1個取れなかったという感じです。一応4上限の106っていうところですね。行きましょう。筋力バカ余りです。おー、SS7 行きましたね。天本です。これワンチャンス？ワンチャンス？行ったか？さすがに行ってないか。あ、レギュラー更新しましたね、普通に。あー、天本が。
マジか。とんでもねえな。レギュラー更新できました。なんでしょう。まあ、千丸ついて、普通に金徳3取れたら PG 乗ってたと思います。今のクラスだったら。っていうぐらいの本当にいい出来でしたね。これはもう本当に僕が PG を作った、シラスの野手、サクセスよりおすすめです。立ち回りが すごくしっかりしてたっていうところで、あとは、ま、金徳とか、ま、他は負けてしまったんですけど、ほぼミスなくいろんなことができたかなと思うので、非常におすすめです。ぜひ皆さん、この企画を続けていくためにもコメント高評価お願いいたします。で、まあ、本当に、サバ缶4はこういう楽しみ方でいいのかななんて思っているので、まあ、かなり更新ペースとしてはゆっくりになるかもしれませんが、まあ、暁強化は来てるうちにやりたいかなというふうに思ってます。まあ、次、ボロクソになる可能性も全然あるので、一発勝負なんでね。総一郎失敗したからといって、やめたりとかしてないので、まあ、そのあたりは、皆さん、ぜひ、応援をとしか言えないのよ。応援をいただければ嬉しいかなという感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。